今回楽しくやっていこうと思います。頑張ります。よっ、ういっ、ね、ちょっとさ、繁盛目整形したでしょそれ。そんなないですか。今日なんか二重になってる。これあれなんですよ、俺疲れてると二重になるんですよ。あ、そうなんだ。疲れてんだ。だから今結構ドラクエと、うん、あのエイペックスの案件と、まああの他ゲームでいろいろあって、言っとるやん、そうなんですよ。いろいろあって、そうなんですよ。トロルから通行の一撃を食らい、勇者純一死亡。はい。はい。操作猛攻。操作猛攻。これでも別にあれだよな。猛攻が操作してたから負けたってわけじゃないよね、これね。これ事故みたいなもんだよね。本当にどうしようもない事故だったと思うんですよね。これは別に知らない。これは、その後。1時間後だね。1時間後。20時間33分。イザナイの洞窟内。アルミラージ3匹、サソリバチ3匹に遭遇。ラリホーと攻撃により、勇者加藤死亡。まあこれもまあしゃあないっちゃしゃあないわ。そうだね。これもほんまにもう。次。27時間57分。ヘドンの村付近のフィールドで、地獄の裏から続きの通行の一撃を2回連続で食らって勇者加藤が死亡しました、ね。ここだよな。ムーンサルト出ちゃったやつでしょ。これはちょっと僕も結構あの その時ちょっと本当にみんなからの見る目が変わったなっていう。うん、もうあのガイアのね大穴をガーンって行って、行ったね。そう行ったんですけども、ギアがです。ギアガの大穴。ギアガの大穴だね。ガイアじゃなかったっけ？ギアガか。ギアガの大穴から、まあ、まあ、今日はお前、はい、予習してきたんで完璧ですって言ったんだ。お前すごい覚えてねえってことだ。お前嘘ついただろ。いや、そうしたね。本当に予習、あの前のタイムシュートとか全部見返してきましたもん。あ、そうなんだ、ね、はい。一発でクリアするんですよ。一発でクリアする。いや、もうだからほんまに冗談抜けて全部一発でクリアする。明日だからもう一着戦。もうだから明日の昼13時帰ろう。はい。っていう感じです。そういうモチベーションでいきました、はい、で最後、はい、お前見てよこれこの台本のくちゃくちゃ回で今日 MC だからってクソ読み込んできて読み込んできてめちゃくちゃぐちゃぐちゃ俺のやつと比べてこんな綺麗なのに綺麗なんですよ、ね、どんだけ読み込んでんのお前そう今日違うねやっぱ ねそうあのアーシャの並びとか皆さん見ましたこれ一番左が僕なんですよだから今回僕が勇者で主役なんですよそうそうそう MC も僕なんでちょっと今回は前回とは気合の張り方が違うっていうのはありますなるほど、はい、ちょっとなのでも MC もねしっかりあの回していくんで、うん、ちょみんな俺についてきや頼もしいわなんか今日のお前しいですその間にトイレ行くときお前絶対携帯置いてけよお前すぐやるからやるってどうですかお前この前のドラクエ3もやってただろいや本当に見てないですあれ一切見てないです好きさえあればやるからやらないです今回もそういうのも先生だってもなんでも覚もう全部暗記してるんでも正直あマジでうんもうやり込みすぎてドラクエ3、うんもう楽勝こんなん楽勝いや1個だけさ足そうぜインパス禁止しようぜじゃあそれでインパス禁止ねインパス禁止それぐらいの可愛い縛りはあった方がさ、まあ確かにそうですね、やってて面白いじゃん、うん、その縛りを難しくするとかじゃなくて、はい、インパスは禁止しようよ、ねまあ、分かります匂いで匂いで匂いでこれ大丈夫だなって匂いでこれ行きましょうよ感情どうには大丈夫そこはいやもう俺は何でもついていきますよかっけはいついていきますよ感情男前だから、ね、男前なんかね今日俺整形してきたんで今日のために今日のしっかりやっぱ晴れ舞台なんでやっぱ大将の晴れ舞台なんで向こう大将の晴れ舞台なんでしっかりと目も整形して二人にしてきたんですよ、はい、ちょっとお前先輩ダメですよ先輩ダメですよ気合の入ったね皆さんと共に最後まで死ぬことなくゾーマを倒せることを俺は信じてるお前らやれるのかいくぞ何やねん何やねんそれこれ何やねんそれ大丈夫ですかみんな本当に俺大丈夫だよどんちやねんまあまあもう何それいや楽しみ1回目で行こうさあ行けこれちょっとスライム倒すの大丈夫だよ手がやばいぞこれちょっと俺まずスライム倒しちゃうわこれあやべあ苦戦かまあでもまあまあまあこれは普通にやばいねやばいぞでもアスミなんか今俺何もしなくなるやばい俺作戦で作戦で全員で命令させろ全員に命令させろ攻撃する攻撃で3回来ないと思うんだよなオッケーナイスナイスいやオッケーオッケーオッケーやオッケーあーやべーオッケ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 ーいいよいいよ怖えーマジ怖えー心配させよし動いたオッケーよし役に立った経験値くるいっぱいもらんじゃねこれはあ結構でかい7ポイントいやあ上がんないこれはあ回復大丈夫かな多分大丈夫だこれどうだろうした方がいいんじゃない大丈夫かな繁盛ゆっくり行きましょうお前開始5分でもうあれじゃねえやばいゆっくり行きましょうよお前まあ任しときなってそうですよね頼りにします本当にいいよお前全然ストーリー覚えてねえじゃねえかお前
いや、じゃあ、誤情え、全部見たんですよね、アーカイブ。お前、ストーリー全く覚えてねえじゃねえか。あそこの東大だろ。そうや、だから、そうや。お前、そうや。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 お前、カイジの船井みてえなことやって。そうや。お前。てめえ、俺からなんか騙そうとしてんだろ。船井がしやがった。もう、ついに、カイジの手をかまれた。7年間可愛がってて、後輩に。そうや。そうや。どこで誰ハリピじゃん、遊びながらマスオ TV マスオ TV 読んだマスオ TV ですはい来てるねえ、ね、来てほしいよね来てほしいですね読んだら来んじゃないですかね、あいつ今、あいつ木の帽子、いいですねあいつ読んだら来んじゃないですか来ねえよ、そんなこのマップがちょっとみんなに見てほしいんですけど、はい、今まだこの有谷藩というちっちゃい大地しか開かれてないこのマップが、もう全面緑色になるっていう、そういう景色を想像してみてよ、はい、想像しました。夢があるでしょ、それがドラクエ3なんだよね。なるほど。確かに、もう今のなんか地図、何かに似てねえかな、はい、これ何ですか、なんか似てるわ、似てねえか、え、これ世界地図なあですね、確かに世界地図だな、世界地図みたいだ、うん、ということは俺が今いる場所は、うん、世界で言ったらこれどこやこれあの辺りとか左下はジャングルポケットのおたけさんですか似てるわ繁盛似てるわちょっとちょっとまだ繁盛の方が細長いけどな似てるわ俺なんコメントに何と言われようと思うめっちゃ似てるわしないよ俺ほんとにちょっと似てるね絶対勝てないよできてんわねあの増えるんだよな、ね、鬼谷くんって方は救いの方なんですかって確かにあいつ一人だけなんかさ背筋伸びてて真面目だからさ関係者一人木本と鬼谷と木本と繁盛と鴨の橋が実況者で救いの人がなんかサポート一人来てるみたいな救いの方なんですかってこれだと次ゴーグやばいバケいけバケやったバケやったほらバチよ誰も気付けずにやるんだよバチだわ来てきた来た来た来た分かんねえこんな誰が分かんないお化けだろこれはお化けでお化けだろマジお化けでお化けあるよ絶対勝つの 30% やなおたけ調子いいな今日行け遊びにやばくない行け行け行けそう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 やめてくれそうそうそういけそれ終わったうわオッケー、よいしょ、あぶねえおばあり、やべえいいね、繁盛、キモくていいわこれは充実でどうしましょう、これいるわ、ボートレースの会場にこういうジジイ繁盛見てえな、いけー見てえなさもう止まんねえよ、もう大したものじゃなかったっけなんか約束、約束ゴールだった気がする、ゴールでしたっけ俺ゴールだった気がするしかもその具体的な金額も言える、はい、38ゴールドおお、コンボでーすコンボかでこっちは38だ、違う、6割か全然違うじゃないですか全然違った俺もう、やっぱ長時間放送もこうよくやってるからあいつがそろそろ疲れてきたなっていうの分かるんだけどいろいろなゲームやってきたからもう今もこう疲れてるよ、ちなみにあいつもうそろそろ寝ないともうちょっときつい時間になってるよ逃げるっていうのもありで俺分かるのねあこいつそろそろ疲れてきたから休憩行かしてあげようみたいなもうもこう疲れてる時のなんで康介組だったんだっけリアルにスケジュールの都合だよさっき康介から LINE 来てたもん皆さん長時間かかると思いますけど頑張ってくださいただその俺と繁盛と康介でゲーム一緒に遊んでてじゃあさ康介さ明日暇だったらおいでよっつったらハハハってさそれに対する返事はなかったわもしかしたら来たくないのかもしれないけどお前じゃさ明日からでもいいから来ればいいじゃんってハハハって言ってたすげえあのものすごい愛想笑いされてたハハハね、今度から俺の長時間番組全部こいつらやるんでこいつらにやらせて俺ずっとこうやって実況してよっかなこうやってあすごくいいマジで何この天国これ天国だよこれでもやばい来たよ
人がエルフに恋をしてしまって、うん、エルフの方だと人間との恋がご法度で、ある宝物を持ち出してしまって、でそれで怒ってエルフが全員眠らした。毒沼、毒沼、すげえすげえ、毒沼、あーらららなんかなかったっけこの毒沼。あーなるほどね、メダルがあるかもしれないと。メダルなんかなかったっけ。あらららら、毒沼に使いながら満タンするっていう。あやばこれたまんねえぜ。回復大丈夫ですか、坊さん。いや俺ドラクエ3やるのも好きだし、実況するのも好きだけど、見てんの、見てんのも漏れんなよ。どうぞ。いやでも長時間放送公式で始めてからさ、もう多分、まあ、ドラクエに限らずいろんなのやってんだけど、もう 2,3 回、え、もう 2,3 年経ってるでしょ。いや、もうこうやっぱ頼りになるようになったね、本当にね。あいつがいるだけでさ、もうぐちゃぐちゃにならない？ぐちゃぐちゃになるよね。あと視聴者のコメントに流されないのがいいわ、やっぱ。やっぱみんな多少流されない？俺は完全に無視できるんだけど、そういう人ってなかなかいないじゃん。コントローラーのせいモコをツイートしてる。なんでツイートしたのあいつなんでツイートしたの動画投稿してたいい、ね、なんで嘘つくのあいつさ、トイレ行ってきますわとか普通にさ、ちょっとこれとは別件でちょっと用事があるんだとか言えばいいのにさ、なんで嘘ついてちょっとトイレ行ってきますわっつって、お前ツイ動画の宣伝してたの。俺はちゃんと言うわけ、みんなにちゃんとお前ら動画上げてきたかって。知らないでしょ。で、純喜はモコを買いたい。モコ死、あれモコ固まってない？どうすんならモコさん防御でなんか固まっちゃってんだけど。ねえ、しばらく動いてないけど大丈夫これ？もう死んでんじゃないのこれ？これやばい、やばいやばい。あ、よかったよかった、死んじゃった。固まっちゃってるかと思った。いや俺今日中にさ、モコと班長仲良くなってさ、モコにタメ口ずっと喋ってほしい。モコさ、これ次どっちだと思うっつって。だからこれはモコ戦は、モコさ、モコじゃない、モコ回復。いやこれね結構むずいんだよ。モコは攻撃されても死なないんだよ、会心以外は。で回復しても会心だったらどうせ死ぬんだよ。だからもう全員に攻撃っていうのもある。防御じゃない？いや防御は絶対ないと思う。え、だって今辛くないの？グラサン先生。いや僕全然、むしろいい感じに光が弱って、マジで。ちょっとグラサン交換されへん。なんですよ、あとでします。今はしてくれないじゃん。今だとちょっと今危ない、見えちゃうから。そう、ちょっとレイズしまう。地面に、地面に灰をつくばってやればいいじゃん。そこまで、そこまでグラサンな交換にあります？突然グラサンキャラになったから。突然じゃないぞ、カモさん。突然ですね。突然じゃないです。突然でしょ、最初顔出してたじゃん。いや、出してないんですよ。マジで厳密に出してなかったっけ。出してたよね。なんか俺も出してるイメージが。別のあの公式の時に、うん、マスクでやってて、であれが初めての公式だったんですよ、人生で。あ、マスクで目出してたんだ。出した。え、じゃあさ、合成したら普通に顔出るじゃん。出ちゃう。何それ。もう出ちゃう。何それ。ガバガバじゃん。いい感じ。ちょっと僕グラサン外したいんで、ちょっとカメラのアップ、僕のとかにちょっと外してもらっていいですか。申し訳ないです。引きないで。思った以上にこれは長時間がやっぱきついよ。きついっすか？うん、申し訳ないです。告知コーナー行かせていただきます。いいね。まあね、大変盛り上がってるところってありますけど、ドラゴンクエストからすげえ大して盛り上がってね、大して盛り上がってねえところで、大変盛り上がっていますがっていうの、むっちゃ恥ずかしくない？ドラゴンクエスト3、むっちゃ一段落ついてなかった今。超名作、超名作ですね。これのドラゴンクエストなんてあれでしょ、ファミコン版の時なんかも1万円ぐらいしたんやろ最初。そうだよね、初期のファミコンの値段だったもんね。で、なんかそれでしてねえ、一番してねえよな、ドラクエ3って、まあ、価格もね、お得な4800円なんで、はい、はい、正直もう買いです、これは。特典としてさらに黄金の花びら正直買いです、はい、というアイテムが10個ついてくるんですけれどもこれ売ると、うん、見に行くと絶対ないと思う。せやろ、マジで。さあ、鬼門っす。マジで作るとないっす、坊さん。あ、マジごめん、終わった。いやー、もう殴るしかないんか。
まずい。いや、ごめんなさい、しょうがないです。普通の声じゃ死んだ。こいつそんな煽り体勢ねえな、殺人鬼。いや、強っ。心配がしてる、心配やばい、心配が。わかんねえよ、仲間ならマスオ TV 来てくれるかもしれない。お仕事なしやん。はい、マスオ TV です。はい、来てくれたらな、確かに心強いじゃん。確かに心強いですね。その、人員は何人でも欲しいから、うん、確かに確かに。マスオ TV だったらいっか。あいつ入れてるか、そしたら。実際来てくれたらもうすぐ入れるから。そうですか。そう、マスオ TV あと行ってみようかな。マスオ TV だって大先輩じゃない。いやでもあれ本当後輩みたいな。普通にタメ口で喋ってるらしい。タメ口です。あのここだからこういうノリじゃなくて、普通に。あ、俺本当にずっとタメ口です。俺マスオとか言ってるらしいよ。やっぱ加藤さん、くるとバッと明るくなるじゃないですか。目覚めちゃった。目覚めちゃった。また悪口言った今。寝ようとしてたのに。始まったカモさんの切り抜きが。やっぱ刺激されるんですよ、いい意味で。いや、またそうやって言い方したらいいもんな。みんなも聞いたでしょ、今。聞いたでしょ、今。今の全然悪口言ってないんだよ。むしろやっぱすげえなと。ほら、また悪口言って。神経質マッサージ機の下りでさ、一番面白かったのはさ、はいはい、オニア全否定してたのに、そのコメントで笑っちゃったとこなんだけど。あ、ほら、笑ってんじゃん、面白かったんだろうって言ってさ。いやいや、これやだ、ええ HP。お前、様子がおかしくなっちゃってんじゃん。あぶねー。ナイスナイスナイス。ちょっとマジマジ。いや、でもミミックや。はっはっ、やっぱ生きた心しなかった。でも MP がもうなんか、あ、よかった。 MP がないって出た。 MP がないって出た。悪魔悪魔悪魔、モコをちょっと倒して、モコを倒しても、あぶねえ、あぶねえ。ほら、ちょっともう、もう終わったのに。さっきの終わったのに。これは俺ら悪くない。これはドラクエの制作人が悪いよ。ミミックミミックはないでしょ。しかし、よし、あ、ないない、オッケー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 、した。もう大丈夫や。確保されてる、モコ。やばい、逃げる逃げる、モコ、ダメだ、ここダメ、モコ、ここダメ、逃げろ逃げろ逃げろ、ダメ。そんなビビりしてない。もうマジかよ、もう。やめろよ。一回避けよ、ザキザキ、一回避けるのが簡単だから。あー、よっしゃ、終わった終わった終わった。もうしかも魔法弾されないから。ああ、魔法ドラ食らわないから。ああ、よし、マジでこいつやばい、ほんまに。やべえ、でもさ、ミミックのさ、せいでさ、ザキ貯金がたまっちゃった。ザキ貯金、これザラキ3人持ってから行く可能性あるよ。これはやばいよ。これは多分大丈夫で。嘘、やばい、もう避けれない。もう避けれない。もう避けれないわ、これ。もう避けれんぞ、これ。残った。しかもでも俺に、いやでもこの俺を狙ってきたっていう事実が怖い。大丈夫、俺が狙われてる事実が怖い。大丈夫、結局避けてんだから。いや、ダメだ、もうちょっと、ここやばくね。さすがにもう次、一応ここで回復しておきます。ええ。あー、こんなことが起きてしまうのか。はい、ということで、もうね、最悪のエンドを迎えると思いますけど、はいはいはい、オニアさん、なんとですね、はい、スイッチ版こちら、はい、オートセーブ機能がありまして、厳密にはこの冒険の書がなくてもですね、はい、例えば町にお城に行った瞬間とか、はい、戦闘直前ですね、うん、ボスでいう、うん、にオートセーブされるんですよ。おー、すごいね。これが昔の、端末サミコンとかだと、うん、なんかの衝撃でパチッ消えちゃった前ゲーなんですよね。掃除機ガンって当たっちゃったりね。そうなんです、はい、ただこちら Nintendo Switch、PS4、はい、そして iPhone アプリ版は、うん、オートセーブ完全対応なので、仮にね、やってる最中に充電が切れた、ま、スクリーン
タスクキルしてしまった、うん、ちゃんと戻るんで、うん、やっぱうまいね案件がね。いやいやとんでもない案件的コメントがね。これはやはりドラクエならではというさすが埋めばいいんだよ。そしたら埋めたかになった。もうクイダはいなくなった。完全にしてしまった。はい、まあ、自分でやるか。さあカモさんのイメージですね。シガタカの体勢です。これなんでなんですか。まあ、これ早いからね、やることがね。あー、確かに確かに。あ、登録した。はい。したよね。じゃあ、一旦、じゃあ繁盛。しただよね。ここで。うん、しかないね。あー山取っちた。いや大丈夫だ、山取ってもいいんだよ別に。もう行こう、ほぼ山だから。なんで止まるの、なんで計算しいいね、計算するのはね、いいことだ。これもう3歩以内怪しいね。いやそんなさ、もうお前さ、そんな言ったらもう一生進めねえから。それは突っ込まして。これね、3歩以内なんで、班長。そりゃそうです。そりゃそうだと思う。お前、頭考えすぎや。お前だって、出てから考えようぜ。出てから3人でちゃんとしか考えよう。頭でっかち出ちゃってる。いや、これでも班長、うん、正直、リアルな話、これ右で、草原ありだよね。この失敗を止めるんだれば。ただ、右ボマ回っていくってこと？そう、3マスだから。いいんじゃないか、別に。しないよ。するわ。これが、ホリーマジックなんですよ、ね。でも大丈夫だよ。いや、これ、モッコさんならでも着るんじゃないかなって。おー、ええなって言いながら、あ、今モッコを憑依させた。はいはいはい、多分おい強いんか、じゃあ切るわ。まあ基本イエスマンだから。まあ、まあ、でも魔法の鎧強いっすよって言ったら、いやじゃあ魔法の鎧でええかって言う。いやこれでも銃やね、モッコさん多分銃やねって言うんだよ。基本全部憑依させてもイエスマンだけじゃねえかよ。いやここ加藤さん、これいいっすか、ちょっと自分魔法の夜のままで。あの人、あの人言うね。加藤さん、いやモコ銃だぜ。いやモコ銃上がる、銃。モコ銃だぜ。あの人はね、銃だぜなんて言葉言うと思う。モコ先生、銃だぜ鬼やって言うわけないじゃん。そんなこと聞いたことない俺、そんな言葉。あの人は。じゃあ言われた場合ですよね。モコさん、あの僕鬼やね。モコさん、これ銃ですよ。255に対しての銃って超でかくないですか。でけえな。でも当然魔法の鎧だと、魔法の鎧とめっちゃ耐性つきますよ。あ、せやなせやな。でも大地の鎧も魔法耐性ワンチャン入ってる可能性あるんで、しかも銃上がるんですよ、255の中の銃。鬼やそんなこと言わねえで。お前詐欺っぽいんだよ。お前営業のとこ出てるな、完全に今のは。ワンチャン可能性ありますよって言わないのな、鬼やな。ネクロコンドは多分ね、正直ドラクエ3の中で一番芸術点が出るダンジョンで、ここをその最速距離でいけるかいけないかって。なんでドラッグ3芸術戦で競おうとしてんの。その最短歩数がある。まああれって意味ないって言ってたから、その知識捨てろよ。データの付けは芸術か。やるね。おにゃプルプルしてる卵が。もうガッツリやろ。全力で。伝説の不死鳥よ。喋ろうな。私たち。大空はお前のもの、舞い上がれ空高く。あ、じゃあ鬼。伝説の不死鳥よ、今ここに復活しろ。やっぱ一人繁盛がいると安定する。なんで一人繁盛がいるとって、繁盛一人しかいないだろ。まあそうとも言うんですが。だからさ、俺と鬼やの見過ぎじゃなくて、こっちの方が100倍あるから全然。ギスじゃないんだよね、やっぱりディベートだよね、これ。いや、ギスだよ。ディベートだよ。だってお前のこと本当に嫌いだからね、カモマシ。当たり前じゃん。これガチだよ。ガチガチ、うん、やっぱ、おにぎりなんできる限りおにぎりの評判を下げようと、まあ、やっぱりおにぎりなんですよって。どうでもいいんだよ。お前のこと本当にどうでもいいんだよ。できる限りおにぎりの評判を下げるために来てるからな。おにぎりだから、そういう時はそういう時はカモマシに、そこを超えていかないといけなくてって言わないと、カモマシに対して。いや、こいつさっきね、天国部屋でね、なんかね、うん、僕がね、寝てると思って、
ちょっとマイクがいびきの方向いてるんでって、僕が寝ててね、僕の方にマイクが向いてた時に、ちょっと今いびきの方にマイクが向いてるんでって、こいつ裏で僕のこといびきって呼んでんの、ひどくね、先輩のことね、先輩のことで、なんかさ僕が寝てると思って、 俺とかだったらさ、後輩だけどさ、まあ、裏俺尊敬してないね、鴨頭のこと、うん、でもさ、俺には尊敬してる感じ出してるんだよ、そうそうそう、それなんだよな、うん、いや純粋にその時方角が出なかったの、頭の中で、うん、寝起きで右左が出なくて、いや鴨頭さんの方でいい向いてるって言えばいいのにさ、まあ、いびきの方向いてるんでって、要はひらがな3文字、ひらがな5文字6文字ますだったんですよ、いや、そうそうそう、鴨さんっていつも呼ぶじゃん、あ、でも待って、重隆が、いや、もこさん、私ですよ、重隆です、見違えたでしょ、おっくになったな、今ここにお店を作ってるとこなんです、おー料金か、あれとかだといいです、あ、こっちか、あ、金取るの、もしかして、なん、はお買いですが、それではお代を頂戴します、え入場料金ですね、これ、重隆やってんな、これプレミアム会員費ってやつだな、これな、これから切り抜くです、これ切り抜いてさ、絶対払おうぜ、しげたかやってるな、これいい、払わないよ、5万持ってないよね、いい家にしよう、あ、しげたか様の教え、あ、いいね、しげたかさん、ありがとう、ビップパスですね、ビップパス投稿再開するか、そしたらやめとけここはローやら、本当はしげたかが国を取れるために作ったそうだが、自分が入れられると皮肉なものよな、どうしたんだ、しげたか、いや、もこさん、私ですよ、しげたかです、フランクだね、私はみんなのためと思ってやってきたんだけど、このありさまです、あ、そうそう、私の屋敷の椅子の後ろを調べてみてください、私はもうしばらくここで私の何がいけなかったのか考えます、マシュスタッチもいつか私許してくれるでしょう、前向きはね、その時また私会いに来てくださいね、お、和解が、和解成立か、んー、いいね、おー、いいね、ボタンも持ってこない、あ、開いた、お心はありがたいのですが、私はもうしばらくここで私の何が起きるのか、これは本当に反省してるな、普通だと逃げるもんな、走って走って逃げそうじゃない普通だったら、じゃあ反省終始、明日から動画投稿再開するかな、今にして思えば重隆様の時代の方が良いような気がしますわ、お前も切るからね、お前も牢屋入ったか、今得てしてそういうもんだよな、でもな、あ、で、一応ですね、なんか出そうな、これなんかこれなんかね、コウスケが牛歩で右上になんか道具取りに行った気がしたんだよな、あ何してですか、何してそんなエンカウントないでしょう、そんなエンカウントはない、さすがにカモさん、ま、かなと思ってましたけど、そんなエンカウント引きますかこれ、あ、やばい、あ、でもまあ、あ、あ、けど、あ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 、ごめんなさい、もうふざけません、あ、あ、あ、ワンチャンとか、ただ、技に関してはどうやったら、お疲れです、お疲れ様です、まあ、朝のおっぱいちょうだい、いや、おっぱい出ないっす出なかったっけ、おっぱい出ないっす、はい、どうぞ、ゆっくり寝れました、本当にめっくそ寝たよ、俺、本当ですか、うん、ちょっと僕、匂い嗅いできていいですか、うん、いいターンでしょ、あれなんだよ、匂い嗅いできていいですか、お前、気持ち悪いんだよお前、飯に関してそれはないだろ、お前飯にはそれはないだろ、なんと、それは消せならない、あ、怒った、怒った、いや、飯に気持ちはないわ、来た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 、飯に関してないわ、来たよ、オニアの今、2020年一番落ちました、オニアのこだわり、飯で、まあ、こだわりなんだ、それ失礼だわ、牛タンの人に、牛タンを失礼、お前にしか失礼なこと言ってないけどな頭いかれてんだな、あいつ外出てねえからね、外出てないからさそういうのですぐイライラするんじゃない外いねえよ、あんな飯の匂いで気持ち悪いって言われてるからさ、そういうなんか人間の体制じゃない、聞いたことない、お前飯の匂い気持ち悪いって言うやつ小学生でもいい匂いって言うの、なんでお前気持ち悪いって気持ち悪いっていうのは、お前が匂い嗅ぎに行くという行為が気持ち悪いって言ってんだよね、親にも
まあでも、俺食べていくわけでしょ、牛タンしっかり。食ってこう、さすがに。で、美味しかったらね、やっぱ、繁盛で認めるから。まあ、そうだったらしょうがねえよなって。何言ってんの、俺タンのことディスってないよ。お前をディスってる。そう、入りましたよ、これ、バラモス城。ここからですよ。入ったね。そんな子供じゃねえんだからだったら、まあだよなって言ったのに、気持ち悪いはダメでしょ、その形容詞は。本当気持ち悪いよ。気持ち悪いってやっぱダメな言葉だから。これはネギシと暗いもんなんない気するぞ。何それ、ネギシをさ、引き合い出してディスるの。いただきます。まずやめな。企業名出すのやめな、まず。私はそうだな。特定名出していけないわ。反省した。大変失礼しました。最初の名前出して俺だけど、ネギシ。頑張ってね。でも、うん、目標何キル？一試合。ま、なんかそういうゲームじゃないから。こんなん間に合わないのが黙ったから。すみません。その点申し訳ないです、確かに。にやかでした。だから、プロ野球選手に、今日何ホームランするの？みたいなもんだよね。え、今日今から試合、何ホームランするのって言ってやるもんだよね。愚問でした、あまりな。それは確か怒るよな。何それ、うまっ。ここには何のゲームが得意なんか、パクリゲーだよな。あ、これ超気持ちいい。そこもさん、このあったかい部屋で暖房入って冷たい風入ってくるってのは。ちょっとさ、ちょっとカメラ映んないっすよ、多分。あ、映せん。カメラ映んないっす。すげえちょっと半端な感じになったっす。角度的に。キャンタマはもんだわ。いや、俺が守る、お前を。あ、無事だ。一回負担してもらおう。一回、僕が一回負担してもらおう。しょうがない、これは俺たち頑張って、これは大丈夫だよ。本当に、休憩中もモコに話しかけても、返事がないんだよね。ないっすね。おい、モコ。モコ。おい。死んじゃったもん、これ。本当に休憩中も喋んないんだよ、モコ、おい。おい。おい。見てくれよ。本当に死んじゃった。堀井さんでもあの格好しないっすよね。てか、俺、ちょっと言って、俺。いやだ。おお、じゃ あコントロールもさらない。じゃあもういやいや、あるじゃん、もうこのままもう無視して帰るっていう。もうギャラもいらねえから俺に関わっちゃって。金いらない。俺が出ましたね。それもあり。そうすね、モテる。拒否反応出てる。拒否反応出てるけど頑張るしかないよ、ここは。それも嫌やったわ。なんなら。何が？俺がだってデータ聞いた時にせっかく直線で。ボストロール倒した後にセーブしてたのに、結局オートセーブあったから別に俺のセーブいらなかったっていう空気になってたの、あれも嫌やったな。俺の努力がせっかくやったの、すごいファインプレーやったのに、なんかそれが軽くあしられて、もっと褒められたかったな、あそこな。お帰りなさい。おい、繁盛。お疲れ。お疲れさん。なあ、持ってけ。よし。まあでも大丈夫でしょ。お化けありきりさえ倒そう。まあラリボー、あとは数字パス持っていくから。うん。繁盛、何使いたい？誰がいい？そうっすね。俺として僧侶で。僧侶、ほんと好きだな。まあそうだね、問題はあの人が、まあ、MC で、まあ、勇者ってことだね、問題は。うん、問題はそこか。だっていいともやってタモリさん帰るのか、それやばいな。タモリさん帰るってやばいね、確かに。それは皆さんの面白いお知らせがあります。はいはい、もこ先生家帰りました。ええ、ガチで帰ったんですか？あの、体調が悪いとかじゃなくて、俺、遺言預かったの、はい、加藤さん一回家に帰って熟睡して 100% で戻ってきます。おお、なるほど。もうクリアするまで帰らないもクソもないことですから。
企画だから消しといてください。でも冷静にそうだよな、トイレ行くだけで結構攻略見るなって言われてる中で堂々と家行っちゃうそう貫通してますよね。絶対見てるよなあいつな究極ですよ、ね、トイレで見るのにさ自宅帰って見ねえわけねえよな。ちょっと調べようぜ、HP とそう Google のさ、あの検索ワードでさデイリーごとにデイリーでそこだけピョコッと上がってるぜ今日だけ。あいつ絶対見てるから。あ、ちょっと待って、ほらクラーゴンの絶対ちょっとみんな見てこれ、これあいつやってるぞ確実に。やってますわこれ。クラーゴンってさ結構ピンポイントじゃん。やってる。今日の16時ぐらいから急激にあいつやったぞ確実に。やってるわこれ。おかしいでしょこれ。やってる。これおかしくない？このこんないきなりさクラーゴンが人気になる要素ってないでしょ。僕あの1マス飛ばしの法則って呼んでて、うん、左から当たりゴールド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 ルビーの腕はゴールド当たりっていう。あ、じゃあ1個飛ばしでちょっと行ってみようぜ。やってみますか。うん、あそこ開けたら一発目モーニングスターだったんだよ。おお。多分で、もうその時点では使えないアイテムだったのね。これですか。うん、行ってみましょう。モーニングスターレベルだと僕この僕が忘れるわけない。するんすけど。いや行こう。ちょっとやってみてよ。野生対理論だ。俺の直感とお前のさ10年の歴史と。そう10年。ここで間違いないですよ。そう。俺はここで取ったの。いやでもモーニングスターなら僕は覚えますね。な？で、結構強い。これ魔法使いが装備できるはず。そんな衝撃受けるの？取ったんだからいいじゃん。いや、モーニングスターそうか。めちゃくちゃ引っ張られてんじゃねえかよ。まあちょっと皆さんで頑張っていただいてたようで。もうそのドラゴンクエストライバルズのドラゴンクエスト3の配信にて、うん、まあ、帰らないと、うん、いう企画にもかかわらず、うん、はい、帰宅し申し訳ございません。先輩や後輩そしてスタッフさんを、置いてきぼりにし置いてきぼり一人でちょっとはい、その1個いいですか。それ剣とは別件でちょっとこの紙を見てほしいんだけど、まず調べてもらった情報なんだけど、はい、モコウがクラーゴンにやられてからというか検索ワードをクラーゴンという検索を Google で何回されたかっていうのを俺検索のグラフか、そう、はい、グラフを書いてもらったので、お前がやられてってかやられた後に帰宅してからこのクラーゴンという検索ワードがグッと上がったんだけど、お前がいっぱい検索したんじゃないかという疑惑が。いや僕もしましたね。いや俺っていうクラーゴンの HP とかも頭に入ってんじゃないかっていう。350っすよ。やっぱ心やばい。俺の推測はやっぱ付き合いも長いからこれ元のせいじゃねえかなって思って。いいっす、いいっす、いいっす。付属品なんだこれ。行くぞおいしょ。そういうことなんす、鴨さん。よっしゃー。そういうことなんすよ。収束するんすよ。来てる。来た。ちょ、一回ママのとこ行こう。なんか、この放送を見た中学校2年生の男子が、はい、12時間前に、はい、ドラクエ3を携帯で買って、はい、同じ縛りでクリアしたらしい。マジですか。マジかよ。カズさん、僕クリアできたんで頑張ってくださいって。マジですか。うん、すげえな。でもあれですね、携帯で買ってくれて嬉しいです。嬉しさ半分、虚しさ半分。こんなに大人が頑張ってるのにさらっとクリアしやがって、こんなやろうと思ったけど、まあお前には才能があるわと思った。才能ありますね。うん、こいつ俺のことこの人来てんな。俺がさっき挑発したから。てめえが俺来たさ。おめえパチンコの景品で、おめえの
生首。生首取ってけっかんだけど。これはもう臭く食わせるしかないですよね。15玉ぐらいで景品交換するんだよ。モストロールの組み合わせ。臭くさ。臭くさでいきましょう。うん、これいきましょう。来たぜ。オッケー、オッケー。よしよし。やめて。いやー。よかった。よかった。やめて。パチンコの景品になるとこだった俺が。最後。パチンコの景品になるとこだった。怖い。くさくさの他に。マジでよかった。パチンコの景品になるとこだった。オニアいたら絶対さ。ここ鬼門ですねって絶対言ってるでしょ。今夜でも途中から頭おかしくなってた。頭おかしくなって、あいつネグロゴンドだってさピーク迎えてましたね。それまで寝かしてよかったですね。あいつネグロゴンドの時おかしかったよね。あいつね麻痺したよね一回 ね。だってピラミッドの時頭おかしくなっちゃって、はい、モーニングスターそこにあるよって言ったらいやないない、なんか俺がミスるわけないみたいなこと言って、俺の記憶ないからそないと思いますみたいな言ってたのね。いやでもちょっと調べてみてって言って、あったらもうなんかもうコントローラーパタッと落としても自分の辞書にない出来事に出会った秀才みたいな現実を直視できなかったよ。機能停止したんだ。機能停止したよね。パソコンがなんかもうシャットダウンしたみたいな。いい出来事なのに。面白いんだよあいつな。あいつあれだ、ちょっとネグロゴンドもあったじゃん。え、刃の鎧があるんですよ、うん、あるね、1階に。あそこミミック出ないんですよ、うん、であいつ全部わかってるって言ってるからやってたんですよ、うん、そしたら繁盛ここはミミックが出るってずっとずっと刃の鎧だよって、あの林修みたいなんですけど、あいつ繁盛、あいつ都心ハイスクールの都心になってるから早く開けろよって俺が言ってるのにいや繁盛ここは危険だっ ってずっと言って、でそれあったらね、そうやっぱりそうかって言いましたふざけんなよこいつだったら、あいつ全然違うからな。最終的に道忘れたからね、あいつなんかその下に行ったら俺これ全部覚えてるから貸して繁盛みたいな感じで俺やるからって言って、うん、あ、飛んだ飛んだ飛んだってずっと飛んだって言ってあいつおかしかったよな。面白いよな。カモノハシがそうそうそうと怒んだよな。そう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 、カモさんここは本当に一歩一歩が大事なんだよネグロゴンドのトロール出てくるところでさ、山一歩でも踏み入れたら超泣いてましたもん。そうそうそう、あんな敵の山が出やすいって。で、なんか動くしかないじゃないですか、もう山入っちゃったら。あいつ動か、まあね、あいつ動かないんですよ。そうそうそう、1分ぐらいね。あーって言って班長ここは3歩でも3歩で始まる3歩で来るとか言ってあいつデータで語るんだもん。あいつなんか頭が良くなりすぎたんですよ、ドラクエに関して。そうね、知識ありすぎて入り込みすぎちゃってぐちゃぐちゃになってんだよな。あいつなんかやってないんですよ多分ドラクエを、うん、ドラクエ3をやり込んでるから俺は体が覚えてるんで、うん、頭がなくても、うん、あいつやってなくて、なんか RTA とかそういうの見てきたから本当に机上の空論だけど、そう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 なんだよな。あいつ攻略サイト丸暗記してるんだから。攻略サイト丸暗記そうやらないのに、モーニングスターあったもんみたいな時に見つけたっつってんのに、いや、ここは一個飛ばしの法則っていうのがあってそれがはなんか一個ずれてたので、ゴールだった瞬間またなんかシャッターがガリレオみたいなやつだ。あいつはあ、オリア、ここをタイムシフトで見たらショック受けるだろう。いや、あいつはもう喜ぶ、今狂ってるから持ってけ、あ持ってけ、okay、 持ってけ、よし、あと1だ、絶対当てる、よし、ね、おい僕は135食らわせるから。いいねいいね。オッケーオッケーオッケー。聞かないですね、ラパリが。聞いてなかった。聞いてなかった。2回行ってる。2回とも。オッケー。どこだ、普通の攻撃しろ。いや、これ…ただ1個ちょっと、はい、心配な点が、はい、勇者の元気がないっていう勇者ね、勇者が非常に多分、うん、元気がないんですよ。ただ、めっちゃスープ春雨むしゃむしゃ食ってましたよ、さっき休憩中にちょっとじゃあ、はい、一括いただいていいですか。向こうの気合いの一言で言いますか、うん、一括。じゃあお前ら、お俺についてこい。ウェーイ、やろう、行きましょう。さあ、伝説の鳥よ、今我らの前に復活しろ。それなんなんそれそれ来たーってなると思うのそれ
ごいですね、ラーミアのおかげで元気になってきたラーミアのおかげで一番感動するシーンじゃないですか、このグループ確かにな生まれたぜ、ラーミア心正しく前回、オニエがこれやってメンタル壊れたお前やったのやっぱちょっと目指すべきものとして挑戦したんですけど、うん、クソ滑ってクソ滑って、うん、その後草むらでパニクって変なコード沈めて何やってんだよお前壁の高さを知りましたねぶつかって初めて知りましたオニアがさずっとさ加藤さんに変な防具さかぶせてしまったことを誤解してるのさなんでここで誠もこんなにだってで正直外してほしいんですよ加藤さん絶対多分脱がないですよじゃあさ、オニアさ全力をかけてさ脱がすさ交渉してみてういいっすよね、うんごちゃんがさ普通いやでもいいんじゃないって言ったらもう全力でそこを超えないといけなくてでも実際それ本当にここ超えないといけないんだよ加藤さん加藤さんそこを超えないといけなくて戻ってきたら確かに僕は言ったんですけど全力で脱がす交渉してよ、うん、いや加藤さんねえそこのあたりいやもう全力でね女じゃねえんだから、うん加藤さん、これ人生なんで、ね、頭に呪いのものつけたら絶対に良くないんですよ先輩に人生では言えねえでしょお前もこれモコさんだからうまいこと俺モコさんにはこれ人生なんだよ言ったことないあそうなんだうまいこと言わないとじゃあどうやって説得するんだよ無理だ人生だから呪いのやつ外すって言うしかないだろうな楽しみにしようよどういう交渉するか真ん中痛いで何普通にもさ何も言わないでさほんとあ、服のかぶと外そうぜああそうっすよ加藤さんそうなんすよそうなんす加藤さんそうです必要ないです加藤さんにそんなそうっすよかった大きい声で話してよかったねよかったさあ頑張ろうこっちだよっしゃそう来たこれ2匹2匹見たあるある2匹あるこれ行こうもう攻撃で逃げんなって言うからまあでも全然 OK やっと久々に枯れましたでも逃げんなってましたよかったですかなんかその貪欲にちょっと行きたいなって確かに確かに1回勝ってやっぱり喜ぶって式上がるんですよもうちょっと貪欲にもその男気が式上がるんでガッツリ行きましょうでも新兵めちゃくちゃ上がったら何しよういるはずだぞあでしたっけこっちでしたっけ本人あ、来た来たあ、しかも、うん、完璧何した先生取った先生取りましょうもうちょっと2発打ったれじゃあ調整できたこれで締めたてかあれ耐えるってやばいやこいつこいつ何発耐えんだよお前が殴る、お前が殴る、お前が殴る。俺は純喜殴らせてくれ、一回。ワンちゃん。剥がすとメガでいいんじゃない？剥がすとメガで。どうすか？いや、わかんない。なんかその強者の相手一人でかわいそうだなと思って。魔人の斧持ってる純喜一回殴らせてくれ。でも僕は魔人の斧持って純喜殴らせてくれ。ちょっと気が震えてるな。それはやばいです。それはやばいです。絶対メラじゃ死なねえよいやお前それでピンチになったらやばいからいや普通に一度殺そう、うん、絶対俺殴られてさハンドで殺すのもしよしまあまあいいでしょうこれで敵は取ったでしょうすげえ俺喜んでるのに涼しい顔して俺を無視して上に上がってった記憶あるのマジであこれ絶対下にある下にありますね、うん、俺も覚えてるわ絶対下がるわおおおな俺ほんとに覚えてんだよ鈴木ほらあの顔班長あの全然涼しい顔してるしろおいあったぞみたいなの言ってたねもう俺のコントローラー取って上にポンポンと上がってってそこにミミックがいたからもうやめもういらないもうライジンオケだけに俺ほんとにこれはマジで覚えてたもういらないねやめとこう手前にあったんだよ怖えよめちゃくちゃ強いこれよし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 これちょっと防具ゲンセルのコメント見たでしょ獲物物色するときの顔ボーマーが出たらしいぜの時あ、ここにあれあるんだ俺のリトルフラワー使ってくれ俺のライジンの剣使ってリトルフラワーあれ俺リトルフラワーって言うんだよ爆発するはいみんなであれじゃあピクニックみたいな感じでせーのどっちに決めようぜせーの右はい右行こうじゃんなんで右なんで右さん右です僕右右俺も右お前は俺嫌いでしたじゃあ僕とここで別れた俺だけ一人でちゃんと行っていって確認してこうね怖いか大丈夫ですねいや勝ちてとりあえず勝ってくれ勝つぞじゃあ行こうよじゃあおじゃーす行こう勝って
アリアハに帰ろう。帰ろう。オッケー。お母さんどこ行こう。お母さんに会いに行こう。お母さんに会おう。オルテガの仇、ここで俺たちが取らなくてどうする。行くぞ。もうこうよ、何故もがき生きるのか。うわそんなことある。ま初見じゃねえか。初見じゃねえか。あ、なんかここ見覚えがある。これ勇者の盾がある。元の勇者なんだ。はぁ、楽しましたー。モコがね、元気なかったのは俺付き合いが長いから分かります。彼ふてくされてたわけじゃなくて、いなくなっちゃったってことに対する自責念を感じて、それで、ね、そういうふてくされるような人じゃないんで彼は。そうだよな、ぶっちゃけ今だから言うけど、あの人に対する申し訳なさでやっちまったなって言ってちょっと落ち込んじゃってた。まあ、無事に本当にね終わりましたけれども、まあ、ちょっと正直僕はやっぱクラゴンで心が折れてしまいました。一度すべてを忘れて本当にちょっと逃げるようにして、ちょっともう一回全部忘れたいという気持ちになってしまいました。ただあれですよ、はい、帰らない放送で帰っちゃったんで、またどっかでやんないとダメですよ。ちゃんと帰らずに、絶対。え、でもルール変えればいいんじゃない。最悪帰ってもいいんだよ。最悪帰る、はい、人生プレイレビュー。疲れたら帰ってもいいっていう放送中で、趣旨を変えてさ、やんないとダメですよ。確かに変えて、床が硬いんやって言ってた。僕もだからあいつらがうるさいんやだからもう家帰ってゆっくり寝てくださいって僕も言ったんでね。楽しければいいよ、はい、結局楽しければよかったんで、本当に、うん、昨日本当にもうほんまにもう今日でアンチ3万人ぐらい増えてもいいってことぐらいの本当にもうそれでも逃げたいっていう。あの瞬間そっち勝ったんだ。ちゃんと逃げたんだ。結構でメールが結構来てまして。なんで来てたの何のメールが来てたの。結構しかも視聴者の方から、視聴者さんからで、あ、視聴者さんからのメール。向こう先生のファンです。この度はドラクエ3人生リベンジ、向こう先生やうんこちゃんの活躍ぶりいつもまして大変面白くさせてもらっています。トーマを後にしてもう少しの全滅は大変悔しい思いや責任感があるかと存じ上げますが、気に病む必要はないと思います。ですがどうして途中で公式での案件企画を投げ出して帰ってしまったのか。理由について床が固くうるさく寝苦しかったからという説明をしました。確かに24時間ほとんど睡眠がとりあえずさすがにいろんなことは大変だと思いますが、仮にも帰らないと目打ってる企画で帰る選択を取ったのは不可解この上ありません。純粋な気持ちでこれまでも高先生を応援してたので正直ショックです。的なメールがいっぱい来てるんだ。まあ、ちゃんとしたファンの人からのメールだね、しかも。いや、でもさ、重大、あれじゃない？俺、その手があったかと思ったの、俺は。なるほどって俺、みんな感心したよね。感心した。それでこそ母校だもんね。10年のやっぱ、行き着いた先が今日ね、磨かれて磨かれて逃げたっていうのは面白いから。確かに1年2年のやつがやってもさ面白くねえじゃん。10年磨かれて逃げるって面白いじゃん。確かに計算して計算して投げ出して逃げるって逃げたとすげえよ。さっき加藤さんなんか3時間4時間って言ってましたけど、やっぱ加藤さんしっかり酷使してまだまだやらせてやろうと、まだまだね、もう次やんならガチやんすよ。48時間やんなって結構やってましたよ、ほんとだよ。やっぱね、国士だって来週また24時間ほどあるんだよ。あれですか。そうだよ。やっぱね、加藤さんのね、パワーがすげえなって思って、なんかね、こっち来ても、てか、僕たちが死んでる時にわざわざね、休憩時間にわざわざ来てね、うんうん、なんかこの放送をちょっと盛り上げ
ってんだろうなみたいなね、そういうなんか姿勢が、ちげえ、タバコ見つけに来たお前うるもえんじゃねえよ、おめえらこと気にしてねえよ僕たちにね、会いに来てくれて、ちげえ、これタバコいなと思って、チェインスモーカーだからタバコねえかなって、おめえらが見てねえよ、優しいんだよ、ほんと